はい、こんにちは。今日は2003年柴原工業大学の問題です。問題はこちらです。正の数 A1、A2、AN について SN、TN をこういった式で置くと、で括弧1は S2、大なりイコール T2 を示せ、括弧2は N イコール2の形状、 K は自然数の時に SN、大なりイコール TN が成立すれば N イコール2の K プラス1乗の時も成立することを示せ、括弧3は SN プラス1、大なりイコール TN プラス1、N は1以上が成立するならばSN 大なりイコール TN が成立することを示せといった問題ですね。まあ、これ何言ってるかというと、SN、TN ってこれ相加相乗平均ですね。その代償関係を示してくださいねと。で、一般の N 変数の場合ですね。で、示してくださいねと。で、括弧1は2変数の場合で示してくださいね。2変数、つまり2分の A1 たす A2 ですね。N が2の時っていうのはこれ S2 っていうのはこれですね。で、T2 はっていうと、これ N が2の時ですから、ルートの A1、A2 ですね。この代償関係っていうのはこっちの方が大きいよと。これ2変数の場合の相加相乗平均ですね。これを証明してくださいねと。で、括弧2については、これ何言ってるかっていうと、つまり今 N が2の時に成り立つということを括弧1で言ってくださいねってことですね。N が2でまず成り立つよと。で、2で成り立てばそれを2倍したもの、つまり次4ですね。4の時も成立することを示したいよと。で、4が成り立てば次さらにそれを2倍して8でも成り立つよと。4で成り立って、次8で成り立って、次それをさらに2倍して16で成り立ってっていう風に、この、要するに、2倍にした N を、この2倍2倍にした2の何とか乗っていうところでは全て成立するよってことを、括弧2では言いたいわけですね。ずっとこれが成り立つよと。で、これが成り立つことを示してくださいねと。で、括弧3では何言ってるかっていうと、で、ここまで成り立ったとして、この、番号1個下げたところで成り立つよってことを言いたんですね。N プラス1の時これが、ね、言えれば N でも成り立つよ。つまり、じゃこれが成り立ったとして、この1個手前。じゃあ4で成り立ったとすれば1個手前です。N が3でも成り立つよ。8で成り立ったとすれば7でも成り立つよ。で、その1個手前でさらに6でも5でも成り立つよっていうふうにいくわけですね。で、16の時は15、14っていうふうになっていくよと。というふうに、まあ、変則的な数学的機能法でこれを示しているわけですね。つまり最初2の何とか乗っていうところで、まず成り立つよってことを数学的機能法で示して、そしてその数が成り立ったとしたら、その1個手前で順次成り立っていくよと。ということで、すべての自然数 N で成り立つよっていうことを言いたいわけですね。要するに、すべての自然数 N で、これ、相加相乗平均が成り立つよってことを示したいと。この証明を与えているよということであります。では、まず括弧1からやっていくと、まずこれですね。これを示したい。2変数の場合を示していきましょうと。まあ、これは、両辺2倍しましょうか。2倍してこっちに持ってくるとこうなるよと。で、これ左辺に持ってくると、A1 たす A2 マイナス2倍のルートの A1、A2。これが0以上。これを示したいよということですね。まあ、これは、ルートの A1 マイナスルート A2 ですね。の括弧の2乗って形にできるので、これは0以上ですね。で、これでおしまいですね。続いて括弧2です。これちょっと文字がたくさん出てきてややこしいので、まあ、ちょっと具体的な数で考えてみましょうか。じゃあ A1、A2、A3、A4 までで考えましょうか。つまり N が、じゃあ2の時ですね。2の時に成立したとして、それの2倍、つまり4の時に成立するってことを言いたいよと。で、N が2の時成立するっていうのは、括弧1で言いましたよね。つまり相加相乗平均で、じゃあ A1、A2、これの2分の1っていうのは、ルートの A1、A2 以上ですよと。これは相加相乗平均。2変数の相加相乗平均で成り立つよっていうのが括弧1で言いましたよと。これ2変数で成り立てば、N が4の時も成立するよということを考えてみましょうと。つまり N が4の時ですから、この4個の変数。つまり4分の1の A1 たす A2 たす A3 たす A4 ですね。これが、ルートの、まあ、4分の1乗の A1、A2、A3、A4 以上ですよと。これを示したいよということですね。これが成り立てるときにこれを示したいよと。まあ、こんなことを言ってるわけです。で、これどういうふうに考えるかっていうと、要するにこれ A1、A2、これ2変数で成り立ってるんですが、これ A3、A4 に置き換えてもいいわけですね。これ A1 から AN っていうのは正の数、任意の正の数ですから、つまりこれ2個正の数取ってきたときに、これが成り立つよということですので、これ A3、A4 も今正の数ですから、A3、A4 に置き換えても問題ないわけですね。ここの部分。つまり A3 たす A4 の2分の1っていうのも、ルートの A3、A4 以上ですよ。これが言えますよと。で、これらを使ってこれを示していきましょうと。で、じゃあちょっと、ここの部分を S2 としましょうか。じゃあこっち側を S2' としましょう。じゃあここを T2 としましょう。ここを T2' とでも置けば、
ここはどういうふうに表せるかっていうと、これっていうのは、S2 と S2 ダッシュを足して2分の1したものがこれですね。S2 と S2 ダッシュを足して2分の1するとこれになりますよと。で、同様にこっち側の部分っていうのは、T2 と T2 ダッシュをかけてルートを取ればこれになりますね。これとこれかけてルートを取るとこれになるよと。つまり、これを示したいよってことは、これを示したいということですね。これがこれ以上ですよっていうのを示したいよと。じゃあこれはどういうふうに示せるかっていうと、これは要するに S2 と S2 ダッシュの相加平均ですね。相加相乗平均で考えましょうと。つまり2分の S2 足す S2 ダッシュっていうのは、2変数の相加相乗平均は今成り立っているということですので、これを相加相乗平均使うと、ルートの S2、S2 ダッシュかけたものというふうになりますよと。で、これが今成り立っているので、今 S2、S2 ダッシュっていうのは、を T2、T2 ダッシュに置き換えてあげると、これより小さいわけですね。ですので、これより小さくなるよと。T2、T2 ダッシュに置き換えると、これより小さくなるよ。ということで、これが示せましたよと。今、これを示したかったわけなんですが、これで示しましたよね。ということで、これが成り立つよと。これが成立するときに、これが成立するよということで、こんな風に示せますよと。で、同様に、今、これを示したいよと。じゃあ、N が2の形状のときに成り立つよ。つまり、今、2個で考えたんですが、今、ここの部分を A1、A2、A3 ってこうずっとあって、A、A2 の形状までありますよと。2の形状までで N が成り立っているときに、じゃあこの次の数っていうのは A2 の形状プラス1ですね。この次の数。で、プラス2ってずっと言って、最後のここの値っていうのは A の2の形プラス1乗ですね。つまり今、ここで成り立っているよというふうに仮定して、これが成り立っていると仮定して、つまりこれですね。今、ここの部分を Sn と置きますよと。じゃあこっち側の部分を Tn としましょうと。今 n が2の形状の時っていうのは sn の式っていうのはこの式になりますね。tn、n が2の形状の時にはこの式になりますね。これが成り立っているとした時に n が2の k プラス1乗の時成立することを言いたいよと。つまりさっきと同様で、要するにこれの、n を2の k プラス1乗にするってことは、これを言いたいわけです。2の k プラス1乗分の n を2の k プラス1乗にすると、A1 足す A2 足すってずっと言って A2 の K プラス1乗ですね。これが2の K プラス1乗の A1、A2 ってずっとかけてって A2 の K プラス1乗。これを言いたいわけですね。これを示したいよと。で、今これからこれを示したいよと。つまり今さっきのこの例で言うと、これが成り立っているときにこれを言いたいよということですね。で、じゃあさっきと同様に考えると、今ここの部分まででこれが成り立っているわけですから、じゃあもう一個この Sn ダッシュっていうのを用意しましょう。この A1 から A2 の形状までの部分を、これで置き換えてもいいわけですね。2のものですから、A1、A2 をさっき A3、A4 で置き換えたように、A1 から A2 の形状っていうのを、A2 の形状プラス1から A2 の K プラス1乗、ここまでの数に置き換えましょう。つまりここの数っていうのを置き換えてあげると、2の形状分の、A2 の形状プラス1ですね。この数。足す、ずっと言って、ここ最後の数は A2 の K プラス1乗ですよと。これで置き換えますよと。で、これも相加相乗平均、これが成り立っているとすれば、これも成り立つわけですね。2の形状の、ここは A2 の形状プラス1から A2 の K プラス1乗までをずっと全部かけたもの。これも成り立つよと。今、ここの部分っていうのをこれで置き換えましたよと。これをここで置き換えた。ここの部分をこれで置き換えた。で、じゃあ、ここを改めて Sn ダッシュとしましょう。じゃあ、ここの、この式っていうのを Tn ダッシュと置けば、さっきと同様で、この2変数の相加相乗平均。じゃあ、ここ Sn と変えてあげれば OK で、Sn、Sn ダッシュっていうのを2で割ったものっていうのは、Tn、Tn ダッシュのルート。これを示したいわけですね。最終的に要するにこれを示したいわけなんですが、これっていうのは要するにこれですよね。これとこれを足して2分の1すればこれですね。これとこれをかけて2分の1す、ルートを取ればこれになりますね。ということで、これを示したいよということであります。今この2つの式からこれを示すよ。で、これはここを Sn に置き換えてあげれば OK で、要するに Sn、Sn ダッシュ足して2分の1したものっていうのは、相加相乗平均から Sn と Sn ダッシュのルート。で、これはこれより小さいわけですね。今この式っていうのを tn で置き換えるとこの方が小さいよということで、これで示せますよということから、
これが成り立つので、これが言えたよということで、こんな形で括弧に示すことができました。続いて括弧3です。今度は n プラス1の時にこれが成り立つとすれば、n でも成り立つよってことを言いたいよと。1個手前で成り立つことを言いたいよと。つまり sn プラス1、tn プラス1っていうのはこの式ですよね。この n を n プラス1にするとこの式ですよ。これが sn プラス1、tn プラス1。これが今成り立っているとすると。で、sn、tn、この式を示したいわけですから、sn、tn っていうのを登場させましょうと。じゃあ sn はっていうと、要するに a1 から an までがあるわけですね。ここに an っていうのがあるよと。ここまでの部分っていうのは、この部分ですね。つまり sn に n をかけると、この部分が出てくるよと。つまりここの部分は nsn っていうふうに置けますよね。nsn と置きましょうと。足す an プラス1ですね。の n プラス1分。じゃあこれ n プラス1をこっちにかけましょうか。右辺 n プラス1かけると、n プラス1かけるこれになりますよと。ルートの n プラス1分の1の a1、a2、点々点の an プラス1。で、こっちも tn っていうのを登場させたいので、じゃあここの1個手前はっていうと an っていうのがあるわけですね。じゃあ a1 から an までかけたものっていうのは、ここの部分ですね。つまりこれ tn の n 乗をすると、これになりますね。ここの部分っていうのは tn の n 乗ですよと。じゃあ tn の n 乗に置き換えてあげると nsn 足す an プラス1っていうのが n プラス1かける n プラス1のルートの tn の n 乗の an プラス1ですね。こうなるよと。で、これで sn tn が登場したよと。で、あとはこの an プラス1っていうのを消したいわけなんですけども、これっていうのはなんか任意の正の数なわけですね。任意の正の数ですから、何でもいいわけです。正の数。で、正の数ですので、じゃあここを消したいので、sn と置くとうまくいくんですね。sn っていうのも今、正の数なわけですから、要するにこれ全部足して n 分の1したものですから、この正の数ですよ。じゃあここ sn で置きましょうと。任意のものですので、sn と置いてあげると、ここが sn になってこうなるよと。そうするとここ n プラス1の sn ですね。こうなって、これで割ることができて、sn が n プラス1分の1の tn の n 乗 sn になるよと。で、これで n プラス1乗を両辺すると、sn の n プラス1乗。で、tn の n 乗かける sn になって、で、あと sn で割ってあげれば、sn の n 乗、tn の n 乗になって、で、これ正の数ですから、n 分の1すると sn、tn 以上と。これが出てきますよ。ということで、こんな形で示すことができます。ということで、まあ変則的な数学的機能法によって、この N 変数、一般の場合の相加相乗平均、こんな形で証明することができました。以上です。ありがとうございました。